黒石小宮があれなんや。黒石小宮は俺小宮勝つと思うよね。黒石ね、頼りならんな。始まっちゃった。アウトサイダーの象徴、ブレイキングダムの顔とか自分で言ってるけど、小宮がなんか黒石ってカッコつけてるよね。小宮もやけど、黒石カッコつけてるわ。小宮もカッコつけてるな。カッコつけてる者同士の対決やな。何この目、小宮の目見開きやがって。俺もサングラスかけてたからあんま人のこと言えんけど、小宮のサングラス姿ムカつくな。人のこと言えへんけど、小宮のサングラス姿ムカつくな。腹立つな。やっつけてほしい、小宮のこと。腹立つ。じゃこの目がムカつくな。小宮のジョミンさんと同じくらいムカつく。小宮だけ負けたらマジ面白いから頼む。小宮は負けてほしいね。多分小宮に怒ってるファイター多いよね。あの現役ファイター、嫉妬でこんな弱いくせに目立ちやがってっていう感じで。でも生きる小宮も見たくない。あの梅野源氏もそう、ちょっとあいつうざいけど、梅野源氏が勝ってなんか生きり散らすのも俺は見たい。複雑な気持ち。まあでも負けてもおもろいし、どうなってもおもろいば、どうなっても KO で決着とか、まあ俺は小宮が KO しちゃうんじゃないかと思っちゃうけど、なんやこのスター選手みたいな入場表情と体しょぼ。これ何歳なん黒石って今。元から強くないからな。元から強くなくて7年ぶり。それはきつい気がするけど。小宮のこの表情。もう俺、睨めっことかしたらすぐ負けてしまいそう、小宮と。あの目で見られたら。もうすぐ笑って負けそうやな。絶対勝てへん。特にサングラスかけられてたらもう俺、絶対勝てへんだが、睨めっこ。さあ、始まります。はい、ありがとうございました。前に行け。蹴りとかいいから、もうマッチで行こうぜ。お互い蹴りばっかり。さあ、お互いの蹴りばっかり言ってる。残り40秒。蹴りとかいいって黒石も、これ何のために上がってきたの？はぁ？黒石がひどいよ、今んとこ。遠くで蹴り蹴って、近づいてきたら組むってことやってる。え、何してんのこれ？何この試合？つまんな。え、こんな試合じゃないんですよ、黒石さん。何してんのこれ？え、何してんのこれ？何この試合？二人ともしょぼ。これ延長でしょ。これが待って、もう小宮で勝ちだったらもうマジ冷めちゃうんやけど。こんなクソみたいな試合で、特に黒石がひどい今日ね。朝倉ドローです。大沢ドロー、延長いきそうやな。白川ドロー、延長。まず蹴りをやめろこれ。お互いで蹴りをやめろ。特に黒石マジで遠い距離で蹴って近づいてきたらくぶってんのやったけど、もう誰が求めてんのこの試合。腹立つな。残り30秒の試合でマジそれやめろよ。延長でヤーマン全部連れてる。ほんまそう。ここではここでも入れるんやと思った。ヤーマン全部出てる。はい、始まりますよ。打ち合えよ。なんでまた黒石蹴ってんのこれ。何この黒石の蹴り。しょうもない試合。いけよ、お互い。ああ、ナイスハイ黒石、ナイスハイ黒石、ダウン奪った。ナイスハイ、ナイスハイ黒石。よし、これで全部ぶち壊しや。これで全部ぶち壊し、勝ちました黒石。ナイス黒石。全部ぶち壊してくれた。ありがとう黒石。よくぞやってくれた。やったー。途中までめっちゃイライラしてけど、ほんとによくやってくれた。よくぞやってくれた。よくやってくれたな。やったー、嬉しいなー。よくやってくれた。ちょっとその前の小宮も黒石もこんな試合求められてないからなってツイートは消そうかな。もう黒石の大ファンになっちゃったから。決算どうしようかな。ちょっと黒石さんツイッターフォローしとこう。あーしゃおら、よくやった。結果良ければ全てよし。ちょっと遠くで蹴りまくってんのはめっちゃイライラしたけど、よかった。よかった、アゴにモノに入ってたよ。アホやな、あれ、コメを。何回もやってるやん、ハイキックばっかり蹴り。なんでガード下げてんの？わざと負けてんの、コメちゃん。あれ、わざと食らったのこれ。何回もやってるやん、別に。不意の急のハイキックとかでもないから、ずっとそればっかりやってんのに。アゴにコメちゃん。コメちゃんって米粒みたいな顔してるよね。それからコメって取ってんの？米粒の下の方にもらってたけど、コメちゃん。あー、これ気持ちいいなー。これはすごいスカッとした。ごめん、ちょ、黒石さん、本当になんか生意気言ってすいません。なんか、全部作戦だったんですね。なんか、大振りの蹴りとかで一回油断させてって感じで。あー、気持ちいいわー。消そっか。オッケー、消そう、一回消そう。ちょっとあそこ、あれはちょっと、黒石さんを敵に回すような発言は良くない。ちょっと一回消します。消しました。黒石さん、かっこいい浜の狂犬、浜の狂犬。
すっごいかっこいい。なんやろサングラス姿コメオの、腹立つんじゃ、生きりやがって。かっこいい。もうなんか抱かれてもいい気がする。女性しか興味ないけど、頼まれたら抱かれてもいい気がする。黒石さんに2回ぐらいは断るけど、今日ジョビンホテル行こっかって言って、黒石さんそれはちょっとって言うけど、もう1回言われて、いやそれいいよ行こうよって言われたら、やっぱ1回で折れちゃうな。黒石さん俺ついて行っちゃうわ、ホテル行っちゃう。それはかっこよかった、本当に素敵、本当かっこよかった、大好き。もうこれライジン出場でいいんじゃない、黒石さん。ライジン出てもいいと思うよ。素晴らしいな。あー気持ちよかった、本当に。ちょっとあのハイキックのシーン何度も見たいな。いやちょっとね、最初ねイラッとしてたけど、あれ術中にはめられてたね。あれわざとそのフラストレーション食べさせて、コメオに対しても大振りの蹴り見して組んでってイラッとさしといて、最後にもう値千金のミルククロコップみたいなハイキックでしたね。ね、まあ、朝倉未来さんがドミネーターに決めたハイキックにも似てたような気がする。すごい分かりづらい軌道で早かったな。スピーディーに米を、米粒みたいな顔のやつの顎にチョーンって、あれは効くわ、あれは効く。素晴らしい、ほんと素晴らしい。大臣でもタイトルマッチでいいんちゃう。次黒城会見何、タイトルマッチでいいんちゃう。フェザーとかバンタムとか、バンタム級のチャンピオンになれば荻窪か。次、荻窪対黒石でいいんちゃうかな。俺はもうちゃんと試合を、勝敗予想とかしていくよ。いやーよかった、素晴らしい。本当によかったです。荻窪、フェザーなの結局。あ、堀口対黒石でいいんちゃう。でもそれハンデマッチやらしてもらうよ。堀口は16音つけてもらうよ、かわいそうやから。それは、そうや、黒石さんかわいそうや、そんなもん。16音つでも重いな。黒石さんが一発でもパンチ当てたらもうベラトールのチャンピオンでもいいんちゃうか。いや気持ちよかった、大ファンになっちゃった、本当にかっこいい。もう一回けど、やっぱ自分が最近たまたま今日してないけど、サングラスあれまムカついたな。スーパーハリウッド俳優みたいになったやん、ハリウッドスターみたいになったよね、煽り映像とか。ツイート削除貼ってくる、貼ってきてるやつがあるな、貼ってきてるやつが俺のツイートに黒石本人より気持ちよくなるな俺も一応削除してる。ちょっとやめて、黒石さんと揉めさせんの。ちょっと黒石さんに後で直接リプも送っとこう、本当に感動しましたって言って。